はいと、おはようございます。現在朝7時20分、本日はとりあえず英語物語対戦イベント in タンザニアのガチャだけを引いていきたいと思います。というのは宿営の、またお前宿営かで福引券20名、今あれですもんね、キャンペーン中ですもんね、非可な感想もね、これを今週やってないんで、やってないというか対戦イベントの分かったんでやらんかったんですけど、とりあえず例のごとく10連ガチャを2アカウント2回分引いていきたいと思います。138枚あって、これ全くいいな、今何にもキャラ情報知らない状態なんで、あ、ゆる情報出た方がいいか、どれがあれなんだろう、ウンジャロさんが、まあいいや、まあいいや、まあいいや、能書きはいいや、引いていきましょうということで、うん、で釣りはいっぱいです、まあいいや、いいや、とりあえず10連を2回行っていきましょうということで、レッツラドン行きましょい。新鮮なのはやっぱキャラ情報とか何も知らんと、絵だけですもんね。いきなりあれか、いきなりあれか、いきなりあれか。なんだこれ、どっかのあれ、あの洞窟かなんかの絵みたいなやつ。これは喜んでいいの、喜んでいいのかよくわかんないんだけど、私ちょっとあれだな、感動が出せんな、わかんねえもんな、なんかあれだな、肖像画みたいなやつがいっぱい出るな、微妙だな。あ、でもあれか、悶絶出て ZR 出て、まあ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 ってことですね。これ結構引きいいんじゃないですか。こいつよう出るな。あとはあれ CR とかそこら辺が出なかんってこと、意外にあれか。これじゃあとりあえずキャラを見ていきましょうということで、まずはこの肖像画からいこうか。ちょっと鍵しといて、コンドワーズ、自身3回攻撃の火の実 40%4 ターン、3ターンで難しいとこだな、これ多分、まあ後でマックスしてみますけど、多分パワー寄りだろうな、どうでしょう、能力的なとこだな。そんでお目当て、お目当てというかメインイベントの、あ、キリマンジャロを、これわざとそういうことか、あのあれか、あのなんだ、暴走族の当て字じゃないけど、ああそういうことね、はあ、はあ、はい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 、リーダースキルがお金 12% んで、ユルが4アカウント下げるの、なかなか恐ろしいね、これ難しいな、リーダーがなんか重いの使っとるとめっちゃ役に立つこと、難しいな、これ性能的にどうなんだろう、それを見たいな、ユルの。それで次はこれが ZR でマサイ兄さん、リーダースキルがまあ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  100% アタックの、それで3ターン 80%、難しいところだな、4ターンでか、難しいな、使い勝手難しいな、微妙だな、なんかこれで、ね、ストーリーあるのどれなの、ストーリーは別にないんだ、ないね、ないね、ないので、あ、そうか、その前にちょっとあの性能だけ見ましょう。とりあえずイベで引いたやつの、あれイベだよね、マックス性能をまず見たいんで、コンドワーズ1500の、まあ、体力はねえんだ、難しいなこれ使い方は、まさに今日使うってことこれ、3ターン目に入れて、これマックスでいくと1500の 1.5 だから2200ぐらい、ザクッと、でそれを炎のみ 40% 与えて4ターン、あ、火力アップしてもう押し切ろうってことか、3ターン目に使っていくってことか。でも水辺のハワイ先生とか使うとあれか、あ、そうか、かからんくなんか、そういうデッキ組んじゃったんですけど、ストーリーあるなこれ、ストーリーあるな、ストーリーあるな、向こうで見るか、これ全部ストーリーあるの、ずれるんかなこれ、ストーリー見ときます、向こうで悶絶引くって保証ないですもんね。これが、あ、違う、これが3700の3200、まあ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 、どっか
補正かかったら使えるっていうとこ難しいなこれは。あれじゃあさっきのごめんなさい、私計算間違えてたな。あ、いいな、やっぱ2100台でいいか。2100だから3000ぐらいになるってことか。入れてもいいかってとこ難しいな。火力アップ同士切ろうっていう作戦か、難しいな。どうなんだろう、ちょっと速攻の効果を出せるわけじゃなく、これが3400の5000、体力高えなこれ、めんどくせえな。なかなかあれだな、重課金じゃないけどチケットいっぱい持っとる人じゃないとこのイベ中にゲントスマックスは難しいと思うけど、出てくるとめんどくさいなこれ。ストーリーだけちょっとこれ見ときますか、とりあえず。 Does Jero come from Kilimanjaro? I think so. No, it doesn't. Then what does Jero mean?It stands for Japanese Ancient Red. ここはあれなんだ、日本訳にはならんのだ。 Ojid means Akeoni Red Ogre. Didn't know that. なんか出会いタメ口だな。 Cut the bullshit. The abbreviation should be shorter than the real name, but it's longer. What's the meaning of having an abbreviated version? It's cool. こいつ何これ、なんかそういう喋り方なの。 Oh, I see.For your information, JERO stands for Japan Advertising Review Organization. あ、これ私知らんかった。ずっとジャロジャロ言ってたけど。レビューオーガナイゼーションなんだ。あ、そういうことでこう、あ、そうかそうか。いや、言われると納得だけど、これ知らんかったですね。How boring. Akeoni is much better. なんでこれ、なんで、なんで、いいじゃんって好きなんだ。お、お腰に黙った。By the way, what's your name? I'm JERO. Kilimanjaro.The same old, you know what I mean. んじゃろうっていうの、うんってあれだもんね、日本人以外ってあの鼻のとこで息があるだからなかなか発音できんって言いますもんね。日本人特有の発音ですね、うんっていうの。 How many Japanese Euros do we have? 日系ユーロって言ってる。 I heard the writer tends to put Japanese names when he gets tired of coming up with Euro's name. これらに開発者側がそういう風にしとるってことかな。ああ、そうだね、なかなか難しいよな、毎回なユーロ考えるのな。 毎日あれだもんね、だって動画投稿のネタを考えとるようなもんだもんね、要は。It's really, you know, so easy. Well, it's Yuru, so there's nothing wrong, but... だってこの開発があれだもんな、仕事だもんな、完全な。No, right. こいつ、いいばっかり言うな。Right. あ、おこしも。屈服したな。Well, Bokushin, you're so understanding. 俺もいいって使おうかな、あれ。I'll buy you a cup of coffee, if you want. あの、ブログとかで書こうかな。Did you know that in Tanzania you get coffee when you turn the faucet? これ嘘だろう、嘘だろう、これ嘘だろう。OMG, OMG, that's awful. We can't make miso soup. 味噌汁はいかんだろう。I know you're lying. 豆腐までベタベタになるもんな。You coffee with Hondashi fish stock flavored miso. Leave me out of your weird fantasies. If there's no water, there's coffee.We're not Marie Antoinette. Well, enjoy Kilimanjaro. どんなわけだ。これじゃあちょっと引いたやつも見ときますか。こっちも。Hey, jump, blockhead. またなんか恐ろしいやつができたの。What the? Are you from Shao era or something? なんだ昭和のカツアゲっていう。That's a who jumps the highest ritual that's been conducted by the Marseille people. Too long.If you could jump higher than me, I will accept you as the true warrior. 飛べんよ。What happens if Hideo was accepted? Maybe I'll call him Hideo-san. 敬語か。Maybe. You must clearly state that you'll call me Hideo-san. So you want people to call you with san at the end. San って日本だけだもんね。Huh. A mere middle school kid wants people to have a high regard although he had never achieved anything. San とか様とか。なんかえらい日本語的だなこいつ。Who said so? But why you? Marseille people are not a designated world heritage, are they? It's Marseille people. 生意気だな。Yeah, it's Marseille, Hideo. We use katakana, so the number of AS don't really matter to us though. 割とアバウトだな。All right. But tell me why you Marseille, who is not a designated world heritage, became a... Don't ask me.押しちゃった。It's a lot faster. ググレって言うんか。マサイ族もググレって言うんか。はあ、It's your turn, Bokushin Sensei, the Googlepedia Yuru of Ego Monogatari. Yeah, I'm not sure about that, but
The savannah where Marseille people reside is called Serengeti National Park, and it's designated as the World Heritage Site. おこしめっちゃ豆知識だな。こういうのも多分あれだな。調べていくんだね、きちんとね。Tanzania is not the only place we live though. Really?The inhabited area of Marseille people spread as far as Kenya. またあれだな、豆知識だな。Well, that sounds a bit strange. The crazy occupation and colonization called Scramble for Africa by the Europeans is to be blamed. なんかこいつえらい批判的だな。Scramble for Africa? It's one of the black history of West European nations. It caused African poverty, which still continues today. ごしになんか先生みたいな、ほんと。Paying no attention to the Africans, European nations demarcated borders and colonized as they wish. That's too selfish. I've changed my opinion of Europe. You have let me down, Europe. なんか誘発しとるの? Well, it was done very long time ago. Long time ago. This egotistical division of land by the Europeans resulted in conflicts between the tribes.Rwandan genocide, apartheid, the appearance of Lord's Resistance Army, etc. The scramble for Africa is said to have been the remote cause of these problems in Africa. Wait a minute. Although that happened long time ago, didn't Europeans pay indemnities and compensate for the damages? If our world was kind enough, we wouldn't have discriminations nor wars. 冷静に判断しとるの? I guess people in the old times were crazy. まあ今の人間も結構むちゃくちゃだろう。 Teacher, is this history lecture related to the World Heritage Site of Serengeti National Park? ないだろうな。 It isn't. Yeah, I guess it's more constructive to hope that European tourists spend lots of money on us since there's nothing we can do about the history. えらいなんかこいつあれだな。 You're pretty positive.Even Marseille people use cell phones these days. It's no use complaining about our ancient history. We must go forward into the future. Great. I'll tell my mom to buy Kilimanjaro coffee from now on. おうちのコーヒーをキリマンジャロ。面白いやつだな。それでもう一個見ときますか。これ全部あるんか?今まで見てなかったんかな?これも見ましょうか。Light my fire, please. これ何なの? What the?Is my heart no good for you? Pete, my eye. I don't think you have a heart. Come on. あれだもんね。You think I don't possess one? 絵心のない私が描くような絵みたいなやつだぞ、これ。でもこんな風にキリン描けんな、多分。キリンだよね。Because you are flimsy. I might be flimsy, but flimsy ones deserve to have a flimsy tenuous heart, don't you think? なんか夢に出てきそうな絵だろ。You okay with that? A tenuous heart? Because I'm just a wall painting. そうだよね。洞窟とかに描くようなやつだよね。Wonderful. Not many people can accept themselves being flimsy and say that they deserve a flimsy heart. You're impressed like Junichiro, I see. 誰だ、Junichiroって。But still, are you fine with that? Hey, I don't think anybody would remember that. そういうとこか、それか。Kozumi Junichiro's famous words. あ、そこのか。By the way, who are you? You must have a lot of nerve to ask that.I guess you're one of those present day children. みんなやっぱ生意気だな、これ。You're the one who started this weird conversation. なんで怒っとんの? Well, it's the doors, you know. What's that? うん、今のわからんね、俺は。Well, okay. The Kondo Irangi Rock paintings are a series of aesthetically valuable rock paintings that have been painted on rock shelter walls for thousands of years. やっぱおこしんあれだ。豆知識先生だな、これ。Thank you very much for a sudden lecture-like explanation. なんかおちょくっとんな、こいつ。It was like copy and paste, wasn't it? But, flow of conversation is important. なんかまとめ出したな。Well, this place is worth visiting if you're coming to Tanzania. But I prefer to go and see the elephants and lions rather than the rock paintings. She is the real present-day kid. なるほど、なるほど、ということで。ストーリー全部あれだな。これからちゃんとあれだな。新キャラ出た時、流すようにしなあかんすね、これ。とりあえずそんな感じでちょっと長くなりましたけど、ストーリー見て、また例のごとくアカウント変えて、OK、取れましたね。ということで、向こうの方でもガチャ引いていきますということで、チェンジ。はい、ということでアカウント変えてきまして、なんか嬉しい悲鳴なのか悲しい悲鳴なのか、あれ。なんで向こうでこれ流れんかったんだ?わからんな。一回は見るように設定してあるんですけど。まあいいや、見たいです。はい。
that countries that don't face the Mediterranean are thought to be poor and lawless, but Tanzania is an exception. 安全な部類に入るんだ。 Although many of the cultures and languages have disappeared due to colonization, it is a nation whose mother tongue is Swahili. Tanzania is a popular tourist destination, and tourist spots such as the Zanzibar Mountains, Kilimanjaro, and Serengeti National Park are popular. Kilimanjaro は多分大体の日本人知っとんじゃないかな。コーヒー飲むとかそういう問題だけじゃなくて。The food culture is not as gourmet as European or Asian countries, but because it was under the influence of Islamic culture, you will find some dishes surprisingly delicious. 食事は難しいよな。ハマるのもあるし、ハマらんのもあるし。私は大体ゲテモン以外を食べれますけど。Also, one thing that makes Tanzania appealing is the Kilimanjaro coffee, one of the best coffee beans in the world. そうだな、コーヒーはあれだな、あったかい地方独特だもんな、引き立ての豆に関しては。If you wish to see Africanish things, Tanzania would be a good place to start. なんか偉い、あれだね、誘導書ね、訪れろと。そんな感じで、どんな感じなんですけど、またガチャ引いていきます。結局これ引いてないのがなんだこれ。キルワ君と、なんていう名前あれ、なんとか、ひげ親父。その2体が引いてないか。ニユルか。意外だな。ZR とモンゼスト両方引いて、普通の方を引いてないところで、まあとりあえず引いていきましょうということで、レッツラドン。これであれだな。普通のキャラ引けんと辛いな。2体なんとか全部出したいんですけど。意外だな。普通あれだもんな。モンゼス前で苦しむんだけど。また肖像画か。肖像画か。まあ、タンザニアみたいなやつが出たけどな。なんだこれ、これが新しいやつなの。何これどういうやつこれ。まあ、なんだこれ、いい引きしとんか。ひげ親父出なあかんじゃねえか。ひげ親父が出んかったな。ヒゲオヤジが出んかった。ということで、ちょっとこれ見ていきましょう。キルワ君、ヒゲオヤジだけか。ヒゲオヤジ何なんだろう、どういう性能なんだろう。ちょっと対戦で調べよう。久しぶりだな、2アカウントで1回ずつ引いて全キャラ取れんかったって。まあ、それもってとこで鍵しといて。お金 60% にリーダーが。んで、これがいいか。1ターンで 300%。あ、風に対してか。枯れるってことか。アタッカー的な使い方ができるんだな。ちょっとこれ、性能見ますか。他あれだもんね。向こうで引いたから、ストーリーとか割合、あれ、出た。これちょっともう割合していいよね。だって、向こうで見たからいいよね。ちょっと飛ばしますよ。飛ばします。向こうで見たもんね。性能見たいですね。珍しいな。意外にあれか。ヒゲオヤジだけ引けんかったか。ヒゲオヤジだけ。これ見ましょう。強いね。コスト17で3200ですよ。2100ですよ。まあまあありますよ。で、意外に集めやすいんじゃないですか、これ。で、何 ?300% 風だから、どこら辺倒しゃいい？ちょっとタイム。1ターンで風、1ターンでなんか風の硬いやつを倒せるってこと？何倒したい？田島先生は体力ねえもんな。風の硬いやつか。微妙だな。どれ倒したい？こういうのが倒せるといいんだけどな。これいかんな。これはヒルズとかの仕事か。ニュー先生もあるか。風意外にいないよ。倒すようなやつ。あ、わかった。初手の打ち残しを倒すか。初手で出てくるのってどこら辺がおる？こいつ、みかんとか倒せる？1ターンだったら。みかん潰せるか。でもこれも火の効果力で倒しちゃいいっていう話になるもんな。あ、パレンケ抜くんか。パレンケ抜けるんか。相性的にでもあれだもんな。水だもんな。でも300%だもんな。パレンケ抜けるんかな。これは火で抜き合いにしても。パレンケぐらい？救急車は来なくていいよ。パレンケぐらいですか？そこら辺か。お、いけるかどうかぐらいですか？どうかぐらいですね。
とりあえずちょっと戻って、まあそんな感じで、どんな感じなんですけど、意外にあれだな、弾けんかったね。全部。あいつ、この、何なんとかバル状態。漢字が読めません。このあれだね、ヒゲ親父だけ。これはまた来週、週クエ変わって、その時のお楽しみにとっておきましょう。まあ対戦で性能だけはどんなんか、こっそり覗き見してということで。まあそんな感じでとりあえずガチャ引き終わったんで、私、まあ黙々とまた対戦やって、また対戦、最後ぐらいにもう一回来ますということで。はい、ということでそんな感じで以上。あ、キャラに戻しといた方がいいか。英語物語対戦イベント。in タンザニア。とりあえずガチャを引いて、ガチャを引いて、ガチャを引いて、こんな感じでまあまあ集めましたということで、ここら辺もいいですね。いかん。鍵かけとかなかん。お前ちゃんとまとめて終われよというところで。はい、ということで、また後で、対戦やってきますということで。そんな感じで英語物語2回も言うのよ。キリマンジャロがいい。対戦イベント。タンザニア、ガチャをとりあえず2回引いたでした。そんな感じで、終わり。